今何もしてないのに勝手に動き出しました。もしかして充電台に戻るの？戻った。このね、充電台ね、ここに置いただけで、別に何も教えたわけじゃないのに、今勝手に充電台探してここに戻りましたね。で、今充電されてます。これすごいね。はい、どうも、こんばんは。今日はね、ここに、でっかいね、荷物が届いてます。これね、何だかわかりますかね。ついに、僕はね、買ってしまいました。ロボット掃除機です。前にね、ロボット掃除機ね、ラクリートの動画を上げたと思うんですけど、あれはね、ほんと僕のパソコンデスクの周りを掃除させるためだけのね、まあ贅沢なロボット掃除機だったんですけど、あれはね、もう去年ぐらいにもうね、バッテリーがダメになりまして、もう残念ながら動かなくなってしまったということで、またね、激安の、ロボット掃除機。今度はね、前回のただ掃除するだけの可愛らしい頭の悪さもあったね、あの掃除機よりも、ちょっと進化したバージョン、ちょっと、頭のいいバージョンですね。それでいて、値段はかなり激安でした。これね、アイライフというところの V8E というね、ロボット掃除機になります。早速ね、ちょっと開封していきたいと思います。はい、じゃあね、早速、ささっとね、開封していきますね。結構ね、注文してから早く、あっという間届きましたね。かっこいいね。色が、パッケージの色がかっこいい。オレンジ。でかい。はい。こんな感じです。アイライフのロボット掃除機 V8E ですね。ちょっとね、時計もついてて、まあなんか各種ボタンと、これはね、もう下手したらね、ルンバ食っちゃいますよ、これ。もうそのぐらいの性能ですから。話はそれぐらいにして、ちょっとね、早速開けていきましょうかね。そういうタイプね。こっちがこう開くタイプね。はい。オープン。これ説明書。おー。でかいな。思ってたよりでかいですね。ラクリートよりでかいな。あ、軽い。でも軽い。本体もこんな感じ。ちょっとね、一旦置いといて、中身だけ確認しておきますね。あ、これ充電台ね。今回のね、これ。今回の、V8E はね、自分で自ら充電台に戻るというタイプですね。バッテリーがなくなったらここにね、自動的に帰ってきて、おそらくね、こうガチャンって乗って充電されると。なかなか賢いですね。それでもね、自分で勝手に充電台に来てくれると。それはとても便利。これはブラシと、これなんかフィルターみたいなのがついてて、で、これは、あ、これね、しかもね、このロボット掃除機ね、これ、これはね、掃除機が行ってほしくないところにこうやって置いておくと、ここにね、赤外線の壁を作ってくれて、そこからロボット掃除機がこう、それより行かないようにしてくれるっていう機能ですね。これもついてます。いや、それがね、この値段で買えるってすごいですね。これね、2万切ってますからね、値段。2万切りの値段でそんな、自動充電台とバーチャルウォール対応と。素晴らしいですね。で、これがブラシと電池と、これが、充電器の充電台ですね。充電器のアダプターと、中身はそんな感じですかね。リモコンもついてますね。リモコンもついてました。あ、なんか掃除機のパターンがこうジグザグとかぐるぐるとかっていうマークもついてるんで、おそらくこれを押すことでね、掃除機に、どういう掃除をすれっていう命令もできそうな感じのリモコンですね。
これだけ見るとなんかファイヤースティックのリモコンみたいですけど、一応ねリモコンで操作もできるみたいです。すごいな、高機能だな。はい、中身はこれだけですね。じゃあちょっとね本体出していきましょうかね。こんな感じですね。本体はこんな感じ、白い筐体でなかなかね可愛らしいですよね。これをねなんかダストボックスね、このゴミのダストボックスが750ミリだったかな、すごい大容量なんですよね。おお、抜けた。おお、こんな感じ、この中に全部ゴミが入るみたいなんで、前のねあのラクリートのダストボックスはもっとちっちゃかったんですぐねゴミでいっぱいになってたんですけど、これはなかなか大容量ですね。で、あ、フィルターがもう最初からついてるので、フィルターがついてるのでこれ予備のフィルターかな、よく使い方が分かんないですよね今のところまだね。これはとりあえずこれ入れといていいんですね。よし、それで、あ、これね電源がここみたいですね。これバッテリーはもう入ってんのかな、裏側ねちゃんと見せてなかったね。裏こんな感じですね。でっかいローラーが、でっかいタイヤが2つついてて、前にこうちょっと舵取り用のくるくる回るようなタイヤがついてるような感じですね。あとはこれがブラシかな、おそらくここが回って回ることでねこれブラシになってるような感じですね。 L と R って書いてありますね。はい、それじゃあね早速、ちょっとね準備していきましょうかね。基本的に準備することは、このねブラシ、このブラシをつけるだけみたいですね。でここにこっちが青とこっちが黄色の、色がついてるので、おそらくねそこに対応したブラシをつけると。これ黄色と青のブラシをつけると、これただ入れるだけかな。あ、簡単ですね、これただカチンってはめるだけですね、これね。はい、これだけ、これで準備 OK です。はい、それじゃあねちょっとスイッチ入れてみますね。ポチッとな。時計を設定しようか。今は22時。今だいたい夜の10時53分。はい、あれ、やっちゃうじゃん。 あ、違う、こっちが増やすね。こっちのボタンで増やす、こっちのボタンで減らすみたいですね。これでいいのかな。でこれで決定かな。いや違うな、今のタイマーかな。時計の合わせ方どうやってやるの。現在時刻の設定、まずこの時計ボタンを2秒間押し続けます。はい、あ、これがね現在時刻モードですね。でこっち側で戻す、でこっち側で上げるですね。今22時55分なんで、じゃあこっちか。はい、55分。はい、これで、え、オフってどういうこと。ああ、24時間制かどうかってことね。オンにしたら、設定した後にこのボタンを押します。いや違う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 、24時間制になってほしいんだけど、こういうこと？ああ、こういうことね。はい。はい、いいですね。これで時計があったと。
予約時刻を設定したら自動的に清掃を行います。これで予約キャンセル、いいね、これでいいのかな。よし、とりあえずこれで準備はできたみたいですね。動かしてみましょうかね。ちょっと充電するって書いてあるけど、今ちょっとだけ軽く動かしてみて、今日はねちょっとこれでやめときたいと思います。これを押すと動くのかな。おお、動いた。ああ、ブレーキ今日乗せて動いております。ああ、音静かだね、結構めっちゃ静か。おっと、これはどういうモードかな。ブレーキくんが楽しそうですね。お、あ、ちゃんと、あ、グイグイ押してますね。ちょっと力あるね。おお、そこ行っちゃうの。あ、一応なんかセンサーみたいなのがあるみたいで、壁を感知して、こう壁を感知するとちょっと手前でね、ちょっと動きを止めますね。ああ、頭いい。おっと、なんか引っ張ってますけど、めちゃくちゃ静か。めちゃくちゃ静かです。音めっちゃ静か。すごい。動きが読めない。動きが読めない。あー、ぶつからないね。ラクリートの場合はあのガッチョンガッチョンね、壁にぶつかってたんですけど、このね V8E の場合はどうやらね、壁にぶつかる前にセンサーが勝手に、なんでこっち来んの、これね、センサーが勝手に壁にぶつかる前に反応して、止まってくれると。動きが読めない。すごい不規則な動きするから。今手持ちで撮ってますけど、見れる絵になってるでしょうか。あんまりちょっとブレてて見にくかったらごめんなさい。ほらね、壁にねぶつかんないんですよ。これ壁にぶつかる前に、ちょっとね止まるんですよね。いやー、いいね。音がとにかく静か。あ、そっち行っちゃうの。おっと、カーペットも乗り越えて、わあ、すごい。わあ、足にも軽くソフトタッチですね、これね。このテーブルの足にも、ガツンとぶつかるわけじゃなくて、軽くソフトタッチするような感じ。おっと、線はちょっと認識できないみたいですね。なるほどね。優しいね。ちょっとね、ラクリートの、昔撮ったねラクリートの動画と比較してみましょうかね。
アクリートはね、もうガッチョンガッチョン壁にぶつかってましたからね。はい、というわけで、今日はね、まず買ってまだ充電もしてない状態で、とりあえず今ね10分ぐらいですかね、10分ぐらいちょっとね、普通にね走らせてみたんですけど、まあどのぐらいね、まあフローディングメインね今10分ぐらい走ったんですけど、どのぐらいゴミ溜まってるのかちょっと見てみて、今日はねこのぐらいでやめておきたいと思います。よしと、お、結構ゴミ溜まってますね。髪の毛とかね、ちっちゃな綿ゴミみたいなやつがかなり吸い込んでますね。まあちょっとね、あまりお見せできないですけど、結構吸い込んでますね。はい、今ね、ちょっと、10分ぐらいちょっと走らせてみて、でね、ちょっとゴミ見てみたんですけど、結構ゴミ取れてましたよね。びっくりしたのが、あんだけね、ゴミ吸ってた割には、すっごい音静かだよね。もうね、ラクリートがね、もっとね、うわーんって感じで騒ぐような、うわーんっていう感じの音だったんで、こんなに静かだと思わなくてびっくりしましたね。これはね、すごいですね。今日はまだね、来たばっかりで、とりあえず、充電もしない状態で、もういきなり動かしてみたんで、とりあえずね、もうちょっとこれを使い込んでみて、後日ね、もっといろんな機能、壁になってて、それ以上いけなくなるバーチャルウォールみたいな機能とか、あとまあね、自動でタイマー予約とかね、そういう機能もあるので、そういうのもね、使ってみて、後日またね、改めてレビューしたいなと思います。今日はとりあえず、この辺でやめておきたいと思います。この動画がね、よかったらぜひね、グッドボタンをお願いします。あとね、これからもね、この掃除機のことに関して、もうちょっとね、レビューの動画出していこうと思っているので、この掃除機に興味のある方は、ぜひね、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた、お願いします。